この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ねえ、愛してる。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱイオンインクだな。イオンインク。聖火にコミットするブラックソウル。経験者大募集。珍しい人が、珍しい人が、はい、当初はちょこちょこ出てたんですけど、顔赤いな真ん中のタコ誰言われて顔の赤さで、顔赤いな。えってかめっちゃハゲてるやん。いやもうここやばいね。ここ男なんでこうね、隠し事なしで行こうと、ね、いや男なんでね、まあ、体型マンじゃない、体型なしでね、潔く行きます。じゃあ今日盛り上がっていきましょう。ね、逆に言うと今まで僕を指名してくれて実はこんな盛り上がってきましたね。ねえやめなよそういうの。じゃあはいね、はい、じゃあ通信制限かかってるやつ多いなさあ、うんね、なんかありました最近最近ほら山手線止まったよね結構ありそうな。なるほど、止まったんすね。なんかあったんすか。今こうやって俺らくっちゃべってやってる間に世界の裏側では飢餓で苦しんでるガキもいるからね。まあまあ間違いないです、間違いないです。あんまこう軽い話題は慎んだ方がいいと思う。不謹慎なこと言えないですね。黙祷。解散。解散すんの。じゃあ乾杯で。あ、じゃあはい、お疲れ様です。どうしようかな。いや盛り上がったね。久しぶりに自己紹介してみる、うん、しますそろそろもう忘れられてますかまあじゃあまず一番分からんすか。誰なんすか。まずちなみにあんまり見たことない。そうですね、ここは分かるじゃん。カイモン。まあカイモン、ユキ、はい、誰、はい、うん、ユキくんちょっとチーズくださいチーズはええ飢餓で苦しんでる話したんだ。みんなね、知らない人も。ラーメンおごってきたのに、見てこれこんなんしか食えないからひどいね悲しいよ。はい、自己紹介。あ、すいません、今月限りでプレイを上がりますゆうやと言います。暗いな暗いなそんな自己紹介ね、告知見てよ。告知。いつか今日という日が遠い日の思い出になったとしても、また俺たち今日みたいに笑い合えるよね。これはサプライズでサラがゆうやに向けてのメッセージでね。ほんとですか。ゆうやくん今月いっぱいで辞めちゃう。そうですね、はい、僕今月いっぱいですけどね。まあサラがなんかいい思い出を最後ね、みんなでできたなってことで、まあこれ見てどう。ちょっと嬉しいですね。いや本当にそんなことはない。なんで違うマジで面白いことないかなって思って俺が思いついただけで、はい、本当にもう別に今日出る予定でもなかったから。
まあそうですね、誤解を生むような発言。何やすか、ナイキ辞めたら。ナイキ辞めたらただの首じゃないですかそれ。あのプレイヤー辞めたら何やすか。プレイヤーやったらちょっと僕、うん、あのこのニュージェネグループで高いね、高いっすね、話させてください本当に。かっ、これ画面見るとやばい、何なの、ほんとやばいです。いや、びっくりしました自分。これイエローモンキーだな日本人言われるけど全然だね。レッドっすね完全に。やべえよ、レッドっすね、レッドっすね、やめろ、復唱っすね、やめろ、復唱、恥ずかしくなる。あの来月から内勤としてちょっとね、どこに配属なのかまだわかんないですけど、うん、キング以外のニュージェネグループで、うん、あ、そう、はい、新たな、ニュージェネレーショングループ以外のもうやめな、キングでやればいいじゃん、うん、あるし、あのね、立川にあったよ、キングで。そっちのキングでやる、うん、ラーメン屋もあったよね。ラーメンキングってある。池袋にもあったし、確かに聞いたことある。キングだったら何でもいいと思うからね。そういう床使いってたら。くさ酒臭っ。酒臭いか。ちょっとね、うん、なんか、煮からみたいな顔してるんだ。まだまだっすね。赤からみたいな。赤からできない。赤からの煮から。じゃあちょっとコメント読み上げていきましょうか。軽く。ゆうきくん、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 そんなめっちゃそんなにはないですよ。じゃあ、ほんとにゆうき、ライン改正ゆうき、これ5件ぐらいありましたね。もうおさらいで。なるほど。真ん中のタコ誰。はい、ゆうやです。どっちいやタコは1人しかないもんです。あ、タコ、タコのタコだもんね。俺ちょっともうタコ、立川キング潰れたよ。詳しい。やべえ。さすが。やべえ。次の就職先なくなったんですけど、早く。就職先がね。なくなりましたね。じゃあもう。ニートですね。なるほどね。ニートもおこがましいよ、お前は。何したいの？土食って、這いつくばって生きろ。それもニートじゃないですか、別に。カイモン、カイモン、ゆうきくん金返せだって。やべえ。あー、でもね、返した方がいいと思うよ、金は。でも、じゃあ返すけど、うん、返すけど、書いてんすか。ゆうきの字をしっかりやってくれよ。いや、ちょっと感じが違いますね。今日なんかしないの？本当にあるの？金返せ。本当にやる。マジで借りてないから。でもね、それは人間としてどうかな？お金返せ。そうですね。いくら借りたんですか？だから借りてない。借りてない。そもそも借りかけた。借りかけた。借りかけたのが。うん。いや、借りかけたこともないでしょ。ゆうや、謝って。誰か見てるね。なんだあの。ラブあたりじゃない。お店の人見てる。お店の人。確実にこれ身内ネタですからね。50万円した50万貸したよって言われますよ。ん50万も借りたの？貸したよ。誰？いや、マジで、もう当たる節は50万借りた節ないよ。これやる？いや、今日は30分使っていい？やる？どんぐらい借りてないか言った方がいいんじゃない？これはもう営業妨害でしょ？これ営業妨害だよ。まあそうっすね。誰かなんかもっとやべえやつ書き込んでよ。私、いろいろ貸したよって炊飯器とか書いてよ。え、50万貸したよの点点点の多さがもう嘘だよ。まね、うん、じゃあ大喜利3つで収めろよ。3つで大喜利いきましょう。大喜利いきますか。大喜利行こうか。じゃあゆうきくんに貸したら、でもゆうきくんなんかさっきからかすんでんすけど大丈夫ですか。なんかね、この辺も消え去りそうな、この辺ね、消え去りそうな、もう時間タイムアップ。2時間ドラマのあと2分、ラスト2分ぐらいになってますよこれ。なんか消えちゃう、うん、消えちゃうけど、てか消えるっていうより動いてる。なんかざわざわ、服が生きてるみたいな。服が動いてる、動いてる。なんでこれざわざわ。じゃあ大喜利、ゆうきくんが嫌がるぞ大喜利。いいっすか。じゃあはい、うん、ゆうきくんから。じゃあボタンも何もないし、自己申告制で。チンチン。はい、ゆうきくんが嫌がることとは。借りてないのに貸したっていう人。おー、この手なんすか。この手はだからフレームあんだろ、そういう勇気そのまま消えろ。ああ、こういうやつね。 WWW は本気だわ。勇気そのまま消えろ。まあまあまあ、じゃあカイモン。お、ゆうきが嫌なこと。じゃあ、それいいの？いいならいいよ。もうちょい続けましょう。でも俺言うよ、それ今日厳しく言うよ。大事なかったら。え、嫌なことでしょ？うん。いっぱい、もう一回、うん、こういうの。こういうの、嫌い。
ガチじゃないですか、うん、こういうのね。はい、じゃあ俺ニンニクの匂い、俺いいか、マジで臭いいなくなって、本当に消えちゃったじゃないですか。いやあれね、それは50万返してもらいな何さん何さん、いや返してもらったらいいよ。東京都、うん、東京都、みな、ね、何区、通信制限兄さん、東京都、中野区、ね、ドラえもんの手だってどういうこと。あ、先の手がね、これですね、これがね。じゃあゆうきくんの俺いいですか、嫌がること。いいですよ、はい、ポチン、ゆうきくんの嫌がることとは、目ん玉目ん玉くり抜いて中に、お湯注ぐ。あ、嫌いじゃないかも本当に。じゃあはい、ゆうや、僕ですか。これもう本当におうち、もうありきたりですけど、ゆうきさんとこにヘルプに僕はつくいや、嫌がられるな、嫌がられるな、まあ、また来タイミングにもよるよね。いや、大概また来たって顔してます。嫌な、2週目とかになると嫌だね、嫌なんすか、全員が嫌になってる。2週目は結構きつい、で、全員僕のこと、ゆうやのヘルプはあんまきついもんね実際ヒロミ逃げるヒロミここでしょ、ここでしょ、嘘、ゴリラでしょ。でもこれ、あ、俺初めて思ったかも。言って言って、ママ、ママ、ちょっと似てるかも。ママ、ママ、豊川、ね、豊川はエッチだと思ってたんだけどね。いや、そういう、俺ミスチルの桜井だと思ってたけど、ね、俺豊川エッチだと思ってた。誰も言ったことないですよ、それ両方とも。でもヒロミは今自分で納得しました。画面見るとニカラだもんね。辛さが、辛さが赤からの辛、ニカラ。もう、じゃあ現状もヒロミ変えよう。何であと、あと4日だか。そんぐらいでしょ ?3 日ぐらいだから。ヒロミね、今日から。じゃあヒロミで、はい、よろしくお願いします。名前もこれヒロミに変えといてもらっていいですか。はい、ゆうやのところをヒロミに。あ、そうです、改めてじゃあ自己紹介させていただきまして、今日からあと3日間だけヒロミでやります、よろしくお願いします。ゆうや早く謝ってよ、これセナさんだなこれセナさんですね、セナさんですね、セナかラブかガロか、ガロかガロっぽいね、ガロっぽいユージ、ユージね、オーナーが流れてる気がするけど、いやオーナーは違うな、見てないか、いや、オーナーかもしれない。どうせ、ね、言ってるだろうし。今さらハゲって聞かれてるけど、ハゲてるよ。何その、小島だよ。なんでそんな怒るの？怒ってないです、怒ってない。視聴者怒ってないです。そんな、いや、こんな時間わざわざゆうやの顔見てんだから。それだけでもね、すごいじゃん。でも近くで見たらすごいな。やばいです、本当に。好きじゃん。好き？あ、ここがすか？ブツブツ？近くで見なくてもそれでもそれは。ヒゲもなんかこう、青いの。固まってなんか一粒一粒合体してなんか悪さ企んでる。でもあれだね、いや今日はもう赤いかよくわかんないですよ。なんすか、老けたね、老けて。1月に見た時、1月に見た時すごいかっこいいなと思ったけど、1月に見た時思ってないでしょ。画面、その時も画面赤かったですけどね、1月ね、1月、うん、別の事情で。こんな赤くはなかったよね。こんなにはなかった。本当ですか、うん、もう後半記憶ないんすよ、ね、なんでやめんのホストそこっすか、うん、確かに確かに、そう、真面目な話、だって言ってたんだもんね、2年やるって。あのね、そう、あの君バースデーやった時 ね、あと2年はやりたいと。そうですね、まあ6月にバースデーイベントを初やらさせていただいて、うん、やって、おー、はい、あと2年はどうだった、ね、バースデーはどうだったんですか。バースデーはですね、感想はまあハゲでブツブツ終わってんじゃん、ブラマヨやん、一人ブラマヨやん最悪、一人ブラマヨ。でもそんな面白くないみたいなね。じゃあもうそこら辺はもう諦めない。そうですね、でもそういうのが理由で来月から内勤になりますんで、はい、死にますよ明日から。ヒロミでやる、いやいや自殺します。ヒロミは今日の放送自殺見れますよ皆さんチャンネルそのまんまで、やめろやめろ放送事故にも程があるだろ。もう出んのもね大変なんだよねこれなんでその疲れてるんです。帰って寝たいのに寝たいの、寝たいよ帰って。寝ないでしょ。寝ない。自殺の1個でも起きればもうなくなっちゃう。確かに。え、前振りこれ、うん、前振りこれ、この放送なかなかできないでしょ死のう、無理、この放送で、ね、この番組も死のうよ行こうよ行こうよ、じゃ行かないで行かないで番組を抱いて死のう、この番組ごと抱いて死んでほしいよね。抱いて抱いて、うん、だからもうなんつーの、こういう感じ。ちょろっとガソスタまで一っ走り行ってさ、ガソリン持って爆発してよ、これ。いや、映ってない、それ。あの、新幹線の。映ってない、止まってる、もうやってない、この時間は。原付き、ここで乗り回して。
ただの飲酒運転じゃないですかそれ。キレあるね、ツッコミ。ありがとうございます。なんか、するなら電車でお願い、快速の中央線で行って。止まってるよこの時間は。ああ、明日学校の人かな、じゃあ中央線で学校行く人休みたい、ね、休みたいもんね、学校ってもんは。じゃあどうする、じゃあゆうやの死に方大喜利。はい、いやもうでも結構出ちゃってますからねこれ以外で。うん、あの死に方を大喜利ですか、うん、もう、はい、あれしてほしいね。俺はあれ見たいよ。服をいっぱい着て、服をいっぱい着てやってほしいよね。何ですか、圧迫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 、動けなくなる。急に、なんか、ありますか、呼吸できませんって言って。ライターの火だけや。え、結構時間かかるそれ。自殺。タバコ吸いすぎてかな、かな俺は。タバコをもう吸いすぎて死んでほしいよ。ただの病気じゃないですかそれ。俺はね、はい、フランスパンで死んでほしい。どういうこと？あ、どういうこと？フランスパンを？フランスパンを？で食べ過ぎ？食べ過ぎて？君眠いね。君完全に眠い。眠くないですか？顔的に。なんでやめんのホスト？いや、でもさ、そこはもうさ、野暮なんじゃない？もうここまで来るともういい？もうやめるって決めてる部分があってさ、うん。むしろこうファイナルに向けてね、ちょっとね、まあ、お店的にはさ、こう盛り上げていこうよみたいな雰囲気にはなってるじゃん。ゆうやのそうでもなさそうなラストイベントを盛り上げていこうみたいなさ、動きはラストイベントそうなんですか。あ、まあまあそこじゃ予定聞いていく、予定聞いていく、予定ある人。誰もいねえじゃねえか。じゃあ練炭自殺って出てきてるから、練炭自殺して T シャツ着てフランスパンで殴られて、でライターで炙りながらフランスパンで殴られて死ぬ。最終的に死因は何すかそれ。でも自殺死因じゃなくね、自滅系の自殺。ほっといても死ぬでしょ今、うん、えっ、ケバブになるケバブになって少しずつ削られて、ちょっと削られていく、削られて難しいねこの放送やっぱ。ヒロミのモノマネ芸人になるみたいよ。ヒロミのモノマネできるの？僕の将来的なやつ。いやもうないでしょ。ヒロミといえばまあ松本伊代になってくるの。北朝鮮に行かそう。うん。北朝鮮に行かせ。北朝鮮に行かして、中快速の中央線で死ぬ。オッケー。北朝鮮にそんなあんすか？だからもう北朝鮮の中央線で死ぬ。中央線、危ないしか言われないですね。ゆうややめたキング。なんでやる。早いね今。今めっちゃなんかピンポンみたいな。もうオーソドックスなツッコミやん今。どう、ちょっと言い返ししなよ。ゆうややめたらキング行く。ああ来い来い。いないから。平均年齢も下がりますね。ゆうやみたいな、いというか、ナイトいるかもしれねえぞ、俺。どこ行くか分かんねえかな、お前。彼も松本伊代のモノマネ芸人。モノマネ芸人。ちょっと待って、分かんな。サンサンやる。はい、一応。松本伊代のモノマネ。松本、カイモンの松本伊代まで。サンサン、2、2、1、1。伊代はまだ。アップするとこ間違ってますよ今。16だからちょっとこれさっき16だっけ18だから16だから、どっか16じゃないですか。16だよね。でなおね、16だから。カイモンやめたらキング行くって言ってますよ。今日みんなやっぱ両親死んだみたいな暗いですね。今日本当にダメだね。カイモさんにあだ名をつけて。いや、なんかあるよ、あだ名、俺の。カイモさんのあだ名っすか？俺なんかある？俺なんか意外と特徴ないって言われるけど、なんかあだ名とかあったりするの？もしつけるとしたら。イメージ。じゃあ、まぁ、あ、ちょっと、まあ、サラから行く？じゃあ。じゃあ、落ちてますね。はい。お調子者のクソガキのバナ。悪口じゃないですか。
死んだ方がいい。死すだきってまあまあ。生きてても意味がないから。うんうん、仏になれ。お前だよ。生き仏みたいな。はい、気持ち悪い顔してこいつ、はい、サラってかっこいい。ちょっとサラと俺とこの彼とボーダーかこの黒髪どっちかっこいい顔。お前比較対象になんねえから。人間とお前お調子者だったら人間の方がいい気持ちだよお前、うん、お調子者ってそういう全然もうそういう気持ち。じゃあゆうきくん、かいもんのあだ名。あだ名全然出てこない。大衆お化けよっぽど似合うってことですか。なんかある。僕でもイメージ的には口臭いとかさ、ね、まあでもねやっぱ匂い系なキャラなのかな。そしたらでもそうだよね。お前画面ではさ分かんない。いやまあそうやね。匂いは来ないけど別にそんな言われたことないし。でもじゃあ言われたことないな。言われたことない。臭みを画面にちょっと臭みをどうやって伝えんの。これできたらいいよそういうなんかね世界最新の動きとか最新の技術。臭みをあるじゃん。だってパパイヤ鈴木くせえじゃん見せて。うんどうパパイヤ鈴木くせえ。うんまあ臭そうでも分かるわイメージ的には。パパイヤ鈴木くさそうだから、うん、臭みよろしく。どんな感じか踊りで。僕がすか。うん僕があれなんかすり替わってる。なんか言われますよ。なんか言われてんねんさっきから。なんかちょっとこれ見ないでしょ。臭いラップいこうだ。でもうん臭いうん、ぐらいかな。じゃあ臭い演歌ゆうきくん。臭い演歌お臭い演歌。うんどうぞ臭い演歌。うん臭い演歌じゃなくて臭い演歌。え臭い演歌だったらまあなんか孫とか。ああそうですね。じゃなくて愛情を歌ってる。匂う方ですね。匂う。カビキラーマジックリン。かすんでますね。めっちゃかすんでますね。面白いじゃん。面白い。ちょっと待って。トロンみたいですね。あのテレビの映画のトロン。もうなんか消えてなくなりそうな。でもこの効果はあれだよね。っていうかマジ帰りたいんだけど。じゃああの臭い謝罪ラップ。臭いやラップで謝罪なんてできます普通できない。ラップで謝罪っていうのはあんま結構ディスる相手をねバカにするとかなんかあんの。ああ謝罪系ってある。謝罪っすか。うん。どうっすかね。ちょっとやってみていいですか。じゃあお、じゃあいいよ。よ最後の最後に本当に申し訳ございません。こんなおじさんが出てきましたがただの思い出作りです。失礼しました謝罪ではない。僕も帰りたくなってきましたね。ヒロミ時間返して。うんそんな時間取ってねえだろ。悲観なのはないわ。もっとディスってくれってことかな。誰を。もっとポジティブのラップ。じゃあ、それ僕の引き出しになくよ。よよ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 よ。来月からもニュージェネで頑張ります。これからもよろしくお願いします。謝れよそこはお前どっちだよ。謝れお前こうやってもハゲとるやないいやむしろアピールね。やばくないなんか。何これ。え？ちょもう一回やって。すごいよ。もう一回やって。宇宙人みたいなこれ。求婚じゃん。もっとない。もっとアップでいきます。もっとじゃあアップしてもらっていいですか。いや。もうやばい。もっと見やすいよね。やばい。角度これやだな。深夜やだなこれの。ちょっとホラーですかね。黄色。
もはやなんか色全部おかしいんですか。顔は赤いし、頭はハゲです。頭はハゲです。それ色じゃねえ。それは色じゃねえ。悪口だね。なんか何だろう。周りがディスってるんで、もう謝るしかない。うん、ゆうしくんもたまにはラップいかがですか。いや俺いいですよ。よ、よ、俺もういいですよ。よ、なんか。Yo, yo, 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 yoよっやれ痛い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 、お前やべっぞー、ヨーヨー。どうしようかな。しりとりあと 2分ぐらいあるし、しりとり1分ぐらいあるのかな。しりとりやりましょうか。しりとり、何しりとりやります。なんでも。じゃあ振り越し切れ。俺が関わってるから懐かしいやつ。振り越し系振り越し系じゃあ、ゆうきくんから。あ、順番に順番に。じゃあ、プー。そら、匂う。そら、臭い言われる。プー、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 さあ。え、ちょっと待って、聞こえ音とか聞こえてんの。聞こえてます。聞こえてます。当たり前。若いもん、もうやめろよ。もうちょっと出ちゃう。小4でやったやつよ。やめろよ、若いもん。うん。あ、間違えた。あ、激しい。汚ねえ、ラップ選手権しましょう。身が出てそう。1分前ですよ。誰が一番。これから、はいはい、これから行く。じゃあ、これも振り越し切っすか。初めだけやろ。で、ユーラーのラップやろうよ、最後。最後に。じゃあ、俺、臭そうなヘレ行くわ。あ、綺麗だわ。綺麗だ、綺麗だよ。できるかな。いや、いいんだよ。やらない。ガチで出せばいいんだ、うん、いや、出ない。身出る、今。うんこ出るんだよ、ほんとかぶって。33でうんこ出るの、マジで。プープープープって、1分前よ、お前。あ、似てるね。はいはい、ダメだ。くっせんだけど、今。あ、ちょっと、ほんと出ない、ほんと出ない。いや、結構、マジで。じゃあ、ゆうきくん。あ、でかいやつですね。机に座ってると出ちゃう。いや、あと10秒で皆様にお別れ言わないと。じゃあ全員で、全員で兵しましょう。せーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。